あと採石場付近の地滑りっていうのと高速道路の地滑り、この2つを受注しなきゃいけないね。1個はこっからまっすぐ行けばいいのか。君行ってみるかい？50のオールチェーン。あ、でもこいつ燃費悪いんじゃなかったっけ？よく走るはよく走るけどね。え、どこ？ああ、なるほど。いや細いなここ。こいつちょっと長いからここ無理かもな。いや怖っ。いや、まだ全然あるな。燃費最重要かもな。ここは呼吸が全くできないな。高速道路の地滑り、この場所は呪われているのか。今度は組み立て工場への主要高速、これ高速道路なの？が封鎖された。このままでは素手でロケットを組み立てる羽目になるぞ。なんとかしなければな。板材でいいんだここは。わかりました。
次、採石場付近の地滑り。これは道じゃないですね。ここから降りられるでしょう。ああ、でもここ越えられないんだわ。じゃあ無理じゃん。こっちから回れってこと？不運な調査って何？あーなるほど、トレーラーキャビンとかもあるわけか。いやいやいや、これは無理だろ。多分こいつだと横転するな。あーでも走破力はなかなかのもんだね、こいつもね。いや、意外と行くぞ。うわ、何これ、ここに何か持ってくんの。そんな仕事あるんだ。ここはなんだ？なんかあったっぽいけど、これもなんか放置されてんだな。え？いやー、これはちょっと無理じゃないですかね。何が引っかかってるの？
何か引っかかってたんだ。さっぱりわからないな。石があったのかな。で、地滑りはどこなの。あー、ここか。はいはい。オッケー。こいつすごいな、なかなか。採石場付近の、おい、止まれ止まれ止まれ、やばいぞ。採石場付近の地滑り。採石場に通じる道はこの道と近くの狭い道の2つしかない。普通サイズのトラックでギリギリ通れるくらいの道だったんだが塞がれてしまった。直してくれないか。板材、主流効果部品。なるほどね。確定。さて、これで漆加賀は18個だな。あれ、あと2つ足んないぞ。高速道路、はだし、採石場、島への橋、頂上、これか。これ受注してないな。倉庫のトラブル。こいついけるかな。ガソリンも結構あるはあるか。行くとしたら、こうか。タスクのリストを見た感じだと、一個終わったら次のが出るってやつがあるっぽいから、倉庫のトラブルってやつを受注すれば、とりあえず受注できるタスクに関しては全て受注し終わったってことになるっぽいね。ちょ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 。いや、こいつチェーンないからな。めちゃ怖なんだが。なるほどね。ここは確かに通らなかったかもしれない。 OK、 たどり着いたな。倉庫のトラブル。え？あー、でも確定してないね。はい、これどういうやつだっけ。あー、なるほど。これちょっと引っ張り出したやつだ。なるほどなるほど、分かった。よし、とりあえずこれで受注できるものは全て受注したね。タスク、いやー、こりゃやばいぜ。っていうか、もう一番やばいなと思ったのはここだよね。この広さでガレージなしっていう、
ちょっとやばいね。しかもこれ出入り口はここ一箇所だな。全部こっから出入りしなきゃいけない。トレーラーストアがあるんだったらまあなんとかっていう感じだけど、これはやばそうだな。とりあえず漆ヶ川でタスクを潰していく感じかな。ルート復旧とか、あと補給ができるようになるやつがあったから、どれだっけな、これか。あ、でも修理サービスなんだな。まあ、あとここでどこだっけな、トンネル直前でこれか、乾杯か。これも燃料補給ができるようになるはずだね。 OKOK。 大変そうだな。まあ、ひとまず探索が終了というところで今回は終わっときましょうかね。今回はっていうか、これ一体シャープいくつぐらいまで行くんだろうな。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、ねむたけでした。